こんにちは、滝の村です。やりましょう。このあれだね、このウィットネスの隠しのところにこうちゃんと隠してあるっていうところが憎いですね。これはもうひたすらガリガリやるのかなって感じ。これも人なんだね。ガリガリやっていくか。これだけ赤い、なんで枠が赤いんだ。これがあるから、ここを踏んでこう来て終わりにならないといけない。この3が厄介なのか。じゃあこれ踏まない方がよかった。本当だ、踏まないとダメだよ。これ踏むから、あれ、ここが終点。ことはこれは終点じゃないと。こいつは自分が踏まれたのであれば不可能になるけど、踏まなければ2箇所埋め投げができるから、こいつを踏まずにこれでいい。これでよかった。1111全員踏むか踏まないか。いや、踏視点終点は踏まない。あ、踏む、ふちゃ踏まない。あ、終点だけ踏む。他に関しては踏まず踏む。え、何言ってんの、わかんなくなっちゃった。マジで何言ってんのかわかんなくなっちゃった。今やばいですね。これダメなんだって。ダメなんだって。踏んで駆け抜ければできないから、踏まずに、こういうことをして、これ踏んじゃうから終わりなのよね。ということは、スタート地点をなんかやっとけばよかったんじゃないの？と思うけど。踏まなくてよくない？だよね。ぐちゃぐちゃだ。混乱し続けてる。1。これを踏むので、踏む、踏む、踏むでしょ？これ踏むでしょ？そうすると、この1を守るためには、踏んだら無理なので、これは踏まずに、どっちかを余らせるやつ。踏むから踏む踏むでしょ。これがあるので踏む踏む踏むでしょ。そうすると真ん中の2は
何もしなくともいい。こう来るときついか。これ違うね。ここは終点になるべきである。ちょっと真ん中踏んでいいんだ。踏んでいいのか。踏んでいいけど、真ん中を踏まないで考えてたら結構きつかった。ちょっと全体像見ていい？右肩左、なんかヒントになるようなものある？あの裏ステージのこれかな。これが意味あるのかな。なんかいやでもただの数字っぽいな。ただの数字だ。各エリアのエクストラ紋章みたいな意味合いだと思われる。得意なやつからやっていい？得意なやつからというか好きなやつから。苦手、花苦手なんだよね。適当にいきます。マイナスも嫌いだな。白白白白白で、これ黒黒だから白で、白で、黒、黒でしょ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 、だから白でしょ、だから黒でしょ、白でしょ、黒でしょ、白でしょ。これ最終問か？これちょっと今やんない。複合問題ちょっとパス。後でやるから。ここは簡単めのやつからやらせて。今日はあんまり良くないかもしれん。この辺からいっか。2332。めちゃくちゃ無理じゃない。むちゃくちゃ無理じゃないこれ。
何？簡単じゃん。同じ色って両方入っちゃいけないんだよね。色別にしないといけないんだよ、確か。ああ。こうすると、2がダメでしょ。こうすると2がダメでしょ。これがこうなる。この2があるからこうなるからこうなるでしょ。1がこうなるでしょ。この2がこうなるでしょ。なんか超むちゃくちゃ無理になる。いや、ならない。3の音符が逆だった。ここの音符が逆だっただけだ。ずっとそれだ。 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5。 面積はそのまま。黒の点が手をつけるべき場所がわからない。ここが濡れない。ここは塗らないといけない。そう、これがなんで、なんでこれが塗る塗らないがオンオフ可能なんだ。こっちがオンだった場合に、この1と両立できない。
で、これがオフだとこの4が閉じて終わっちゃう。どっちにしても決まらない。ん？クリア不可能。黒の点って他にないから黒に余裕は持たせられないでしょ。この4がいるので、これを入れることが許されないはずなんだよな。オフオフオフ。やっぱそうだよね。それしかないよね。なんでここの選択肢をわざわざ持たせてるんだ。1234561234512345612345612345 無理だ。4を救いたければこれと合体。1234567にするとこの44を満たすのはダメ。こっち無視して44進めるとこれが伸びないといけないからこの44があって1234567ここは塗れないからこっちと塗ってるやつで 6? こっち回りだったらうまくいったのに、なんで右回りでミスったんだろうな。どこでミスった？こいつがここまで伸びるっていうところを上まで伸ばしちゃうのかな。何か一箇所しくると回避不可能になるっていうタイプだね。こういうの集まっているのは。塗らない。1234512ここ塗れない。3マジでいやー1234、まあ、ギリか。で、1234。1234
1、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、7、2、うん、1、一筆書き、地点が分かんないと難しくなるか、これ。おい、インベーダー。14のうち34222131個だけ余らせろ。こうか、難しそうではある。ほらなほらな、そういうことやってくるでしょ。言えないのか。前回で何かの選択をミスるとその後で面倒くさいっていうか解けない設問になるって感じ。うわ無理だ。無理だ。この時点でもう破綻してる？え、ん？なあほな。こっちで先に進む方法がないのであればない。どっちを塗ってもダメでしょ？いや、ないよな。え、さっきのステージで。こう塗る以外の解放あった？ないと思う。でもこう塗るとこの3が塗っちゃダメだし、あー6とぶつかるのか。あーじゃあいいや、単体では絶対無理だと思ってた。1、2、3、4、3がめちゃくちゃ伸びちゃうのか。1、2、3、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、あと1箇所どっかにも伸ばせる。1、2、3、4、5、6、7、8、あと1箇所どっかに伸ばせる選択肢だ。
ひどすぎないこれ。どうやって考えればいいんだ。この2がもうすでにアウト。これをこっちじゃなくてこっちに伸ばす。いや、ないな。この2がすでにアウト？いや、アウトじゃないな。全然アウトじゃないな。3がいて、2がいて、3がいて、1、2、3、4、5、6、1個増えちゃった。この2がダメじゃん。こうすると3、2、3、1、2、3、4、5、6、1個増えちゃうので、この辺で足しに行くしかなくて、これは計算不可能。この2がダメじゃん。ダメじゃん。ダメじゃん。これ塗っちゃダメじゃん。なんじゃこれ。ちょっと待てよ。なんで、なんでこうなる。この2がめちゃくちゃ無理だったな。この1がマイナス、マイナスマスだからやばいことになってるね。やばいことにはなってるんだけど、どの段階でしくってるのかは正直わからなすぎるな。これいいのか。ここ緑だから、このラインがどっかにつながればいいのか。それをしたければ、ここで、いやーきついな。いやーきついな、これリカバリが分かんなすぎるな。ね、ここを塗ったりできる、できない。これを塗るなら、これを満たすには、1、2、3、4、5、6、7、8、9、満たせない。1、2、3、4、5、6、7、8、9だったらここを押さないといけない。ただこの場合は上があまりにも無理。上があまりにも無理だ。この2つの関係って何なんだ。これが塗れないでしょ。これは塗らない同士で行くんだったら、もうこれしかないんだけど、だったらこれがどんどん伸びる場所を見つけないといけないんだよね。これを塗る方にしたいんだとしたら、これでも塗れないからな。これだけの場所と塗っただけの場所があるんだとし、きついか。
崩さないと話にならない気がする。いや崩すとかいう話、ここを崩すならここを崩すになるんだけどな、これがない世界みたいな。1、2、3、4、5、6、7、8。なんやこれ、どうやりゃいいんじゃい。じゃのこれあのめちゃくちゃ無理な状況になってん。これこいつらの居場所がないのよ。あいつら何なんだ、ここと一致させたい、これを塗る、これを塗りたい、これ塗らないんだったらここと一致はしないでしょ。これを塗るんだったらこの両端を開けろみたいなことになるんだけどな。どこまでのもんのよ。ここまでは正解でしょうね。ここで、この辺からもう不正解発生してんだよな。選択が可能だから。それをもとにここができる。紫の4がどっちにせよ、どっちにせよだよな。これ変わんないんだもん。白も変わんないでしょ。増やすはこうなる、これがこうなる、この1点がこうなる、でこいつをやるために 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1箇所埋めろと言っているので1箇所埋める。ここを埋めるかここを埋まるかは謎にじゃなくなった。ここでこれを埋めてこう来るとこうなるけど、
これ塗るんだったらこうやってつなげられる。あれ、この2ができない。いや、これも緑でつなげられないのか。緑つながんないんだよね、別に。そんなに。ここがダメになっちゃった。ここは塗ってもいいんだよね。すると、なんだこれ。ここは塗ったら。破断する？ここでここ塗りたい。でしたらどうすればいいんだ。こうしたければ。ここは破綻しますよね。なんじゃな、ここの件は解決しないままここが破綻してるから、何が正解かマジで分かんない。泥沼入ってる、沼ってるな。これ何なんだこいつら。この 9+7 なんてどこにつなげたいやつらなの。つながるような、そんなにたくさんつながれるような、外に向かって白をつないだまま飛び出させるみたいなことができる場所が、ここでこれが繋がらないからできないってなるんだよな。これが繋がらない理由は何でなの？ここが間違ってるから？めんどくせえ。これやめよっかな、今日やめる。モチベーションがないです、今。違うとこ。木のパズルって出てこないのかな？
これ最終。むずいのばかり残ってしまってる。いいか、じゃあ今日はやっぱこれを終わらせよう。さて、待って、おう、見えないのか。塗らないことはありえない。塗る4が確定。塗る、塗ることにより3を取り込まないと話にならない。あと1箇所塗れるがここではない。ここかここか、どちらかを塗る。3はこうなり、これと合体し1234567 8なので、どこか一箇所突き抜けて残りを塗るってことになる。ただここと隣接することはできない。これは可能なんだよな。でもこれもまだ可能性の一つをやったに過ぎない。ただこうするとここの縦のラインが伸びるからつながる可能性があり得る。で3がいるので、これ塗ることは不可能なので、こっちのオフでやる。そうするとこれとこれを塗りました。4はそのままなので、ここが固定され、これを塗るか塗らないかは選択肢。選択肢選択肢。2がいる、3がいる。3、6はさっきと共通なので、やはりこう塗るしかなくなり、1はどっちもできる。で、こいつが9だから1234567 8 9まで行くので塗るしかなくなり、ここを、ここを塗るか、ここを塗るか、ここを塗るかの3箇所が選択肢のまま残る。残るが、次のことを考えるとここは塗った方が良さそうで、こことここも塗ってみっかに。あ、ここは塗れないのか。2箇所か、選択肢で、こう来た。何これ、あ、ここがあるので、こっちが塗らない、これを塗る、ん、これは塗らないでしょ。塗らないで3行きたいから、こうして分けるしかないので、これが3、こっちだから、ここ塗る、2が来て塗る、3が来て塗る、をするとこの2が入る。困ったねと。やっぱり上から下に突き抜けるようなものがないんだよな。ここでこれ塗らなければ、ここでこれ塗って、なんでや、そうだ。塗った色が下まで突き抜けることがないのが辛いな。やっぱりこれを2つやったとしても、どっかでくっつかずに止まる。あとどこ、めちゃくちゃ無理じゃん。
これを塗っちゃったからか。ん？どういうこと？できた。どこ間違ってたんだよ。やっぱここのそれぞれ一個ずつ塗る場所と塗らない場所を選択できるよねと部分のチョイスミスったからここで死んだんだ。まあ試行錯誤ではあるが、きついね。秒で破綻することあるんか。塗るのか。1,2,3,4 ん？なんで？ 1,2,3,4,5,6,7 だよ。 1,2,3,4 わかんないな。鉄砲にやったらうまくいくものもうまくいかないな。
はい。この空きスペースこっち横に持ってければいいんだけどな。できた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。これこうなのかな。わかんないよ。15、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。本当にこれしかない？これと12だよね。1、2、3、4、5、6。6で仕留めないといけないから、1、2、3、4。ダメだ、一番下以外ないか。分岐が少なくするためにだとやっぱこうなるな。ここから何の指向性が発生？ああ、これ別に下繋げなくていいのか。こっちでいいってこと？まんまと。正直同じ色が大量にあるとは、繋ぐかどうかが判断はできないね。この白1ですら、この辺の3とくっつきに行く可能性があるから、今、捨てられない。黒のぬるますに関しては絶対1確定かな。これ、もうちょっとわかりやすいやつがいいな、このチェックボード。キラキラ光ってるやつよりも。斜線に入れてくれるとかの方がありがたいけど、斜線かもしかもうマスに色を塗っちゃうかみたいなのが欲しいな。これエフェクト変えられるんだっけ。アウトラインスタートタイル、ハイライト、スタートタイル、ドントハイライト。これはでも今のパズルをハイライトしてくれてるだけでしょ。ここの足場のことでしょ。やっぱないんだよな。ここのチェックボードもこれと同じようにアウトラインにしてほしいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6。こっちは塗ってあんの。
まだよくわからん。これと同じ色はないから、ここと入ると厄介だから、こっち側には伸ばせないよ。1,2,3,4 っていうふうに来る。これが伸びないといけない。1,2,3,4,5,6 まで確定か。4が出てきて、1がいて、これが他のやつ、ん？これ何色？白じゃない？これ水色かな？白と水色とは見分けがつかなくなっちゃった。なんかちょっと水色っぽく見えるのはなんでだ？画面焼けしてる可能性ある？で、1が集まらないのだとしたらこれがいけるんだけどな。3,3,3,3,10、高々12がここまで伸ばせる？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、いけるな。いけちゃうのか。じゃあ無理だ。次目指すべきはどこだろう。この4,4が絶対伸びるからか。そうか、それが伸びるから無理じゃないってなるのか。ここ多分無理じゃないっていうのが出てくる。ここに3がいて、あれ？こっちか。ここに黒がいるから、ここを吸収するかどうかは謎だが、いや、この3がこれと合体しちゃうから、この黒は上と合体させてはいけないから、ここ塗れないので、こうなるよね。この3とこの3がいるけど、わからない。こっから先はリズメが、こいつか、こいつか、こいつはもうちょっと伸びるのか。これが、でもここを伸ばすかどうかは選択肢だよね。上に向かって伸ばすにしてもまだもうちょっと触手の伸び方がいろいろあるので判断はつかないかな。ここまで来て適当にやるのかっていうのが、なんか自分の中では気持ち悪く差はあるけどな。適当にやるでうまくいく試しがほとんどない、このゲームは。この3はどうやって埋めましょうかね。これを、これを、これをデタラメに、いやもうこの4と3の時点でもう結構、あれ？むちゃくちゃにむずくなってない？そこの3が入って4が行くには、これならいける。いけてね、いけてる。もうそこいつが、ここは塗れなくなっちゃって下に伸びるか、うん、下に伸びるしかないか。でこの3がここまで来るからこうなって、1,2,3,4、どっちかに5を伸ばすが、これがいるので、下に伸ばした場合どうなの、これ。こいつ、ここと合体しちゃいけないの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。あれ？ちょっと待ってよ。あれ？破綻してるじゃん。あれ？破綻してるじゃん。ちょ、これは塗ってるんだ。わかんねえよ、これ。このマスが塗られてるってわかりづらいすぎるよ。1,2,3,4 なんだ、こっちは。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 で、1,2,3,4,5 だからこうなって、4,3,4 はこういけないから、2がこうなるから、4こうなるからこうなって、大丈夫？1,2,3,4,1,2,3,1,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。難しい。
難しいけどリズムが割とできたね。 OK、 じゃあ今日は数字をやりましたねってことで、次回この辺やろっか。はい。